くそくそくそ、まあ、でも俺はこのスーパーチに諦めてないんで次狙ってきます。おっともちょ待って待って、あんな名前、あんな真似ちゃうぞ。あんなケツさしやがってな。うん、反則や。いやいや、こんな負けのシーンは早いからね。うん、はっきり言って。最後もせっかくもう最高もとして。まあ、しょうがない。まあ、次。うん、いっぱいしたら大事だね。お住所は諦めてないんで。うん。じゃあ、何度上目指して、うん、頑張っていく。次はデスペやな。デスペ。あいつ倒したら、メインやんの。やってやります。うん、かっちりよ、取るよ。仕留めて、うん、何をしてみたいと思います。うん、いやもう今日もね、本当取って3連勝行きたかったけども、まあまああんな、うん、汚いやり方でね、やっぱタルチラチっつうか、うん、もう最後なんか自分でタイプで殺しちゃってんのも、まあ、あんなもん公然わいせつ、お前ふざけんなって、あれ反則ちゃうのってよ、ふざけんなってな、レフリーも。まあ、よくちゃんと見てないよね、うん、まあ、負けは負けで認めるけど、とにかく、うん、次の、うん、甲子園はあとな、デスペラードらしいし、しかもメインや、本当にこれはもうチャンス、チャンス、しっかりこれはもうね、うん、デスペをぐちゃぐちゃにしてな、そう、次の勝利を目指して、うん、楽しみしとけって、OK。そんな。2試合続けてありますか、はあ、ありますか、これですよ、はあ、まだ100本譲って、うん、まだここまでなら分かりますよ、ここまでならもう恥ずかしいですけど、ここまでありますか、はあ、まあ、これは、ね、前はあれですけどね、ここまで行きますよ、ありますか、ないでしょう、中継入ってるんですよ、パニックですよ、全国から全世界が、アナルパニックですよ、全世界、どうしますか、まあ、せっかく真面目に本気モードでってツイートをして、はい、やったのに最後の最後にこれじゃあ、まあ、ふざけてると思われても仕方ないですね、はあ、結局いつも通りじゃないかみたいな、いや、やられました、ああそれがカートの、あカートじゃない、マスター、それがマスターアートの作戦だというのが、はあ、私は本当に試合に勝って勝負に負けたようなものですね、はあ、そういうところをやってたかもしれないです、レスリング、プロレスっていうのはやっぱり僕は深いから分からない、彼の真相を聞いてみないと分からない、しかし、はい、彼とのタッグでね、まあ、これはまたシングルのリーグでいうのもあれですけど、彼とのタッグで今のタッグチャンピオンチームに勝ってるわけですよ、まあ、チャンピオンチームに土をつけてる唯一のチーム、田口、マスターアート、田口組、ワン、フォア、エイトですか、はい、ですから、タック、まあ、シリーズ優勝して、シングルとダブルと、ダブルで、タックと、ダブルでね、1.45、はい、ドーム、はい。狙っていきますよ、はい、狙っていきます、はい、だからな、それぐらいかな、まあ、僕のコメントの9割はもう何言ってるかわからないって、はい、石森選手が言ってたんで、はい、まあ、石森選手の言う通り今日言ったことの9割は、はいはい、思いつきで言ってると思ってください、はいはい、深い意味はありません、はい、1月4日、5日、はい、別に深い意味ありません、はいはい、挑戦できたらいいなと思います。